マクドナルド尼崎テックライフセレクト店。皆さんおはようございます。今日も朝がやってまいりました。というわけで今日はねマクドナルド行ってきましたよ。冒頭見ていただきましたようにね。そして買ってまいりました。今日から発売のこれこれそしてこれゴジラバーガー、はい、今日から新発売ですよ。ということで3種類全部食べて紹介したいと思います。では参りましょう。まずはこれから。はい、3種類ゴジラバーガー出てますけど、まずはこれから紹介していきましょう。これは旨辛肉厚ビーフ&ざく切りポテトっていうやつやね。では早速開けていきますよ。はい、開けましたよ。これはまずお値段ですけど530円、3つの中で一番高い感じ。そしてこのゴジラバーガーの特徴はこれ、このバンズやね。このゴツゴツしたバンズがゴジラをイメージしたらしいよ。いい感じやね。そしてこの中身見てみよう。はい、中はねこの 100% ビーフのパティとこのざく切りポテトパティを2つ合わせて、そしてその上にね燻製唐辛子を使用した旨辛マヨネーズソースとチェダーチーズが入ってるらしいよ。はい、では早速食べていきましょう。ちょっとチェダーチーズがね見えにくかったけどここに入ってるみたいね。はい、ではいただきますよ。はい、いただきます。このざく切りポテトがいい感じやね。この 100% ビーフのパッと食感が違うから非常に楽しい感じ。味もちょうど塩気も効いてるからね、うまいよ。これはね、ビールに合う。はい、そして次はこれ、スモーキーペッパーチキン。これお値段がね3つの中で一番安くて470円。どんな感じやろね。早速開けていきますよ。はい、開けたよ。今度のこれはねパティがチキンパティみたい。そしてもちろんバンズはさっきと同じゴジラバンズ。そして中にねブラックペッパーが効いたマスタードソースが入ってるみたい。そしてベーコンも入ってるよ。そして見ての通りのシャキシャキ食感のスライスオニオンが入ってます。では早速食べていくよ。はい、スモーキーペッパーチキンいただくよ。玉ねぎの食感がいいよね。それとブラックペッパーがいい仕事してるっていう感じ。そしてチキンがジューシー。これはうまいよ。ベーコンもうまいね。これはビールが進むくん。はい、3つ目最後はチーズダブルテリヤキ。
これお値段が500円ちょうどやね。では早速開けていきたいと思います。はい、開けましたよ。これはね、ポーク、豚肉やね。ポークパティが2枚乗ってるみたい。そして照り焼きがもちろんそれに絡められてて、そしてチーズ、コクのあるチーズが入ってて、そしてシャキシャキ食感のレタスも入ってるっていう、そんな感じやね。ちょっと開けてみるとこんな感じです。いい感じやね。シャキシャキしてそうなレタス、いただきますよ。はい、パティが2枚入ってんのがいいよね、ポークパティ。そしてこのチーズがね、めっちゃとろけてて美味しそう。そしてレタス、いい感じやね。いただくよ。焼き間違えないね。これはなんか安心感があるうまさっていう感じやね。めっちゃビールに合う感じでうまいです。はい、というわけで3つとも食べさせていただいたよ。全部美味しいね。今回は3種類ね、ちゃんと住み分けしてあったね。ビーフ、チキン、ポーク。だから分かりやすい感じで、俺こういうのいいよね。はっきりその辺分かれてるのがね。そして俺の順位ね、俺の個人的な順位よ。どれが一番うまかったかっていうのは3番目に発表して、まず3位から行こうかな。はい、3位は照り焼き、ごめん、チーズダブル照り焼き。まあうまいのは間違いなくうまいんやけど、ちょっとなんていうの、よく食べる味っていう感じ、昔からある感じがしたまあ安定のうまさって言ったらそれまでやけどね。そして2番目は旨辛肉厚ビーフ&ざく切りポテト。ちょっとネーミング長いけど、一番高いやつが2番でした。まあこれも文句のつけようがないけど、もうやばいね。1位がこのスモーキーさっていうのがね、俺大好きな感じやから。そして俺の大好きなブラックペッパーも入ってるんでね。そして俺の好きなチキンももちろん入ってるということで、まあスモーキーをね1位にしたんで、旨辛肉厚ビーフは2番、そんな感じよ。ということで、これはあくまでも俺一人の感想、そんな感じということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろしくー。